お昼前の商店街アーケードです。吐く息が白くなるほどの寒さとなってきました。道行く人を見ても厚着をしている人が多くなってきました。先週末までの暖かさから一転、広島市高区では日中の気温が10度近く下がるなど、県内各地で真冬の寒さとなりました。ようやく冬がやってきたなという。滑らないように雪、でもクリスマスに雪が降ったりするのかなとか、そういうことは思います。トイレとかお風呂場の、換気の窓があるんですけど、そこに透明のプラスチック貼って冷気をちょっと遮断したりとか。なるとか寒いとか出んようにしとる。家から家は暖房してるから。暖房はあんまりためらわない。命には変えられんわいね。ねえ、命は1回しかないんだけどね。金はなんとかなるじゃない。急激な寒暖差で気をつけなければならないのがヒートショックです。ヒートショックっていうのは、急激な温度の変化と、あと血圧の変化っていうのがポイントになるんですけど、急に寒いところに出る、またそこから急に温度が上がることで血圧が急に上がったり下がったりして、それで血管に影響が出たり、脳の方に影響が出たりする状態なんですけど。ヒートショックは家などの風呂場で多いとされています。消費者庁がまとめた高齢者の入浴中の死亡事故を月別に表したグラフです。1月をピークに11月から4月と冬場に多く発生しています。自宅でも冷え込みが生じやすいため、十分な注意が必要です。風呂場の温度差を減らすため、誰でもできる対策を聞きました。浴室暖房がついている方は浴室暖房を使っていただくとか、あとは、脱衣所ですね。脱衣所にちっちゃなヒーターを置いて温めてもらうとか。お風呂のよくお湯が冷めないようにお風呂に蓋をしてると思うんですけど、その蓋をあえて開けてもらって、で蒸気で浴室全体を温めてもらうとか、あとはよくお風呂の椅子に座った時に、うわ冷たって、でうわ冷たっていうのが危険なんですね。なんでお風呂に入る前にちょっとシャワーを温かくして、お風呂の床とかお風呂の椅子をお湯をかけて、でそこを温めてもらう。それだけでもだいぶ違うと思います。厚生労働省の調査によると、去年ヒートショックなどを含め自宅の浴槽で溺れて亡くなった人の数は全国で6084人でした。9割以上が高齢者で、交通事故で亡くなった人の数の2倍以上に上ります。これを防ぐには高齢者本人だけでなく家族のサポートが欠かせないといいます。20分30分上がってこなかったら大丈夫かなって様子を見に行ってあげる、声をかけてあげる、あるいはちょっと長すぎるんじゃない、大丈夫って言って声をかけてあげる、そういうことが最も大事なんじゃないかな。またお酒の付き合いが増えるこの時期、サラリーマンなどの若い世代も油断できないそうです。お酒を飲むと脱水って言って血管の中の水分が失われます。でまたお酒を飲むと血管が広がってしまって、急に血圧がストンと下がりやすくなってしまうんですね。忘年会新年会で大量にお酒を飲んだ後に長風呂をすると、そこで意識を失ってしまって、これが溺れてしまうっていう事故等につながってしまうので、長風呂をしないとか、あまり飲みすぎないとか、そういうところは若い世代の方も気をつけていただきたいなと思います。はい、まずですね、安全に入浴するためのポイントをこちらにまとめてみました。ご覧ください。5つあります。とにかく温度差をなくすことが重要なんですね。例えば1、脱衣所や浴室を温めましょう。で2、高い体温などによる意識障害を避けるため、お風呂の温度は41度以下、浸かる時間は10分までが目安となります。そして3つ目、水圧がかかっているために浴槽から急に立ち上がらないようにしてください。そして4番目は食後や飲酒後すぐの入浴や医薬品服用後の入浴は避けてください。そして5番目は入浴する前に家族に一声かけていきましょうと。今からお風呂行くね、忘れないでねということですが、ヒロさん、どれも難しいことではないですよね。そうですね、ちょっとした心がけなんだろうとは思うんですけど、最後のところとか、今多世代で暮らしている方もそちらの方が逆に少ない時代でもあるので、一人暮らしのおじいちゃんおばあちゃんに関しては、これ見た後でちょっと電話して
大丈夫っていうかですね、少しお風呂温めてから入った方がいいよぐらいのお声掛けをするっていうのが一つと、僕ら世代もやっぱ気をつけなきゃいけないというか、ちょっとお酒飲んじゃうとよく分かんなくなってしまって、うん、それ風呂入った方かって思いがちなので、その辺ちょっと気をつけなきゃいけないなと思いましたね。そうですよね、今年特にその暖かい日が長かったので、はい、で急にこれだけ寒くなったので、なかなかそれに体が慣れきってないところもあるので、だからこそ多分危険がもっとこう隣り合わせにあるんだろうなと感じますよ ね。特にやっぱり家の中でも暖かい部屋と冷たいところの差っていうのが本当に激しいですから、とにかく寒暖差が大事なんですね。またお風呂場だけでなくですね、夜間や早朝のトイレでもこれ同様の事故が起きやすいんですね。廊下やトイレでは暖房が効いていない場合が多いので、1枚こう羽織るなどしたらいいということなんですね。大切な家族を守るためにもですね、日頃の生活から普段から温度差寒暖差を意識して暮らしてみてください。以上、今生キャッチでした。